皆さんこんにちは、こんばんは。テルマルのテルです。現在の時刻は9時50分。今ぴょんちゃんを寝かしつけてきました。来週友達とクリスマスパーティーをするんですけど、お友達の子供とぴょんちゃん入れて子供が4人いて、その子たちにサプライズでクリスマスプレゼントを作ってあげようかなと思ってて、で前回まるちゃんがハロウィンパーティーの時にお菓子のブーケを作ってたと思うんですけど、動画を見ながら真似てちょっと作ってみたいと思います。それではスタート。まずちょっと買ってきたものの紹介をしたいと思います。今回はカルディと100均で材料を全部準備しました。まずカルディの商品から、こちらクリスマスおせんべい、これは塩味です。ぴょんちゃんが塩味のおせんべい系が好きなので、ちょっとこれはぴょんちゃんが食べれるかなと思って買ってきました。きっとみんなも食べれると思います。こちらクリスマスボールチョコレート8パック入ってます。めちゃめちゃ可愛いですよね、三角になってて。でぴょんちゃんは一応まだチョコレートをあげたことないんですけど、まあ、一応これも入れようかなと思ってて、あとはクリスマスグミ、こちらもカルディで購入してきました。お菓子でいったらクリスマスラムネ、ラムネになります。これはダイソーで購入しました。で、あとはお菓子を入れる透明な袋、これはセリアで買って、こちらの包装紙もセリアで買いました。クリスマスシールの包装紙をちょっと選んでみました。これだと包装紙の裏が白なので、予習クリームのラッピングシート、これはダイソーで買ったんですけど、こちらも一応買っておきました。ちゃんとそのまままねっこで食っていきたいと思うので、ポケットティッシュ、ちいかわのポケットティッシュ、これはセリアで購入しました。ストローとモール、これもセリアで購入したんですけど、リボンですね、とあと入れ物でいったら輪ゴムとパンです。はい、じゃあ早速作っていきたいと思います。で多分お菓子余ると思うので、余ったらクリスマスの時にも使えるかなと思って少しね多めで買ってきました。カルディのお菓子とかだとパッケージが可愛いし人気だからね、すぐなくなっちゃうからちょっと多めにと思って買ってきました。こういうのさ破っちゃったら即終了じゃん、まるちゃんみたいにうまくいく、あ、シーフ作れるといいです。まるちゃんはね、なんか工作系が得意なのか、毎回上手にアイディアも得意で、なんか毎回動画を確認お願いしますってできたら送られてくるんですけど、なんかほんとすごいなぁと思いながら、確認するというよりかはすげーって普通に YouTube 見てる感覚で一通り見て、でもう一回テロップとかモザイクとかのミスがないか見るんですけど、本当に毎回感心します。私がまねっこでうまく作れたらきっと皆さんも作れると思うので、クリスマスでもね、まだやること何も考えてないよって人がいたら同じようにお菓子ブーケを作ってみてもいいかもしれないです。ちょっとすっ飛びます。はい、こんな感じで4等分に分けていきました。ではストローにお菓子を入れていきます。テープでね止めていけたので、次はこれをね束ねてモールでくくっていきます。こんな感じに透明な袋に入れていきました。次はこちらの包装紙を使ってくるんでいきます。ピンク色のこちらは4等分にしました。ちょっとくるんでいってみます。丸まっちゃうので本当に、
輪ゴムで留めていきます。リボンをね、ここにつけていきます。こんな感じで完成です。まりちゃんのね、作り方まるまる真似っこして作ってみたんですけど、上手にできたかな皆さんも一緒にやってみてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。